はい、こんにちは、トールです。86の17話が放送されましたので、感想なんかを共有していきたいと思います。はい、とうとう、親玉というか黒幕というか、ラスボス2クール目のラスボスの全容が出てきたっていうね、そういう形だと思います。はい、モルフォの脅威というものがですね、全ての国がですね、認識することになってですね、そして、共和国はどうなったのかというところの、話だと思います。はい。全体的にはね、もう今回も密度がすごいんですよね。密度が薄かったかあんまりないんですよね。ストーリーがの進みってそんなに早くはないと思うんですけどね、密度が毎回、凄まじくて、言ったら、連邦側、の戦いっていうのはもう大打撃を受けてですね、はい、かなり大変なことになってるんだけど、でもそれはもう共和国の日じゃ、共和国はその日じゃないっていうね、そういう形、それから、各国首脳みたいなのが出てきて話してるところも、ここもすごく良かったですね。なんか嫌なところも含めてすごく良かったですよね。はい、それから真の置かれている状況っていうのが再度ね、確認された部分、それからですね、他の元スピアーズヘッド部隊のね、人たちの反応っていうのもなかなか今回はね、印象的な部分があったので、後にこう触れていこうかなというふうには思います。ともあれ、共和国というのは、これは壊滅したという形でいいんでしょう。レギオンの支配下にね、首都が支配下に置かれてしまっていますので、壊滅した流れになっていると思います。最後に映っていたね、レナのね、部屋がなかなかにね、すごいことになっていたんですけど、ここを含めてですね、ちょっとね、細部に関して、触れていきたいと思います。まずは、なんと言ってもこれですよね、共和国の壊滅のところ。冒頭の、SE と BGM だけでこう、レギオンとの戦いを描く演出良かったですよね。はい。みんな逃げていって、共和国のね、これ軍人が逃げてましたからね。一般市民じゃなくて軍人が逃げてましたからね。逃げていってるところで、言っては、レーナたちの、支持する部隊だけがですね、立ち向かっていたという、そういう形になってきます。はい。ここもなかなか皮肉な形にはなってるんですけど、ともあれ、レーナー側の部隊は最後まで戦っていたということが、見て取れます。ただ、総合的に見ればこの後に敗北してしまったであろうということが分かりますね。その日付的にね、その直後ぐらいに、シンがこのレギオンの支配下にある地域を潰しているときに、もう共和国がね、潰されてしまっていましたからね。で、印象的だったところというか、何回も映った看板としてはこれですよね。はい。86 stay away。おそらくこれ、英語のニュアンス僕正確にはわからないんですけど、あっちに行け的な意味だったと思うので、86は入ってくるな的な、そういうメッセージの、入ってるところにですね、人々が、銀紙の人々が逃げ込んでるっていう形に、なっているそうですね。なかなか見にくい形には、なってるんですけど、その後の状態ですね。もうこの部分も含めて壊滅したことが、分かって看板だけが元気に残ってるっていうね、皮肉な構成になってました。同じようにね、描かれたのは、先ほども言いましたけどレーナの部屋であってですね、もうボロボロの状態になっていて、爆風みたいなものが入ってきてガラスも割れてっていうね、そういう形でしょう。多少ね、煙とか火災とかもあったのかもしれません。はい。我々がこう見慣れたレーナの部屋がこれですからね、かなり悲惨な状況になったことがわかります。ちなみにですね、猫がやってきてからはですね、ティピーがやってきてからは椅子もね、増えてるんですけど、これはもうね、吹っ飛んでなかったみたいですね。はい。レーナたちは置いといて、ティピーに関しては若干ね、心配にはなってきますね。はい。レギオンは動物を優先して攻撃してくることはないと思うんですけど、ちょっとね、無事逃げられたのかはね、心配になっちゃいますね。はい。うちの猫もですね、ティピーと同じような柄の、手袋をね、してるんですけど、心配だって言ってましたね。あんまり心配してそうに見えないんですけど。そのわけで、レーナたちも、少なくともシンたちの認識ではシンだということに、なってると思いますが、ワンクール目でね、あそこまでこう、シンたちのね、死を、ほのめかしてずっと書き続けて生きてたので、レーナに関してももしかしたら生きてるのかもしれないな、というふうには思いますね。続いてですね、各国の、首脳会談みたいなのが行われてましたね。ここも面白いというか、なんかいやらしさも含めて良かったなと思いますね。
一応他の2国ちゃんと生き残ってて、なんか北部戦線が壊滅したみたいな話をしてたから、僕はあの北側にあったね国も滅びたのかなっていうふうに思ったんですけど、まあおそらく最終防衛ラインが突破されて壊滅したのは共和国だけだったという、ことみたいですね。ある意味こうレーナが踏ん張ってくれていたから、ね、あのレーナたちが踏ん張ってくれていたから、なんとか、他の3国は退けられたという、取り方もできるのかもしれません。で、ここで話していたその連合王国のね、まあ王子っていうか、まあまあ言ったらこちらの代表ですよね。はい。で、連合王国が言ってたのは、こいつらどう考えても、まあ共和国に近いことやってますよね。はい。いわゆるこう、無人兵器、ね、ジャガーノートって言ってたのが、それっぽい言い回しで、自動機械って言ってましたから、我が国の自動機械が調べてきたみたいなことをね、言っていましたので、そういう意味では、これはどうやら共和国と同じようなことをしてるぞと、表向きはそんなことは言ってないんですけど。はい。自動機械。で、なんか、ここに気が合うようなね、意気投合してしまっていた、おそらくこのバルト盟約同盟も、多分同じ穴のムジラなんじゃないかなと、思えなくはないね、表現でですね、なかなかにね、えげつなくてよかったですね。はい。お互いのその兵力はね、三国一団丸となってレギオンの脅威からって言ってるんやけど、自分の国の内部の政治的なことも考えてるよっていうところがよく伝わってきて、よかったと思います。で、まあ、裏側でちゃんと軍部がね、会議してるというか、話を進めてるみたいな感じになってるので、なんかこう、表向き取り繕ってる、ね、その、温和な会議みたいな形になってるんですけど、いかに相手にね、責任を なすりつけたり、任務をね、押し付けようかっていうところがね、ちょいちょい見えてきてね、なかなかに興味深かったと思いますね。あと、その、まあ、今回、モルフォに関する内容というか、まあ、レールガンってレーナが言ってたんですけど、シンが、まあ、レーナにお伝えていた脅威の、まあ、長距離爆撃型のね、大型レギオンということでいいと思うんですけど、これが、ま、一期の最後にも出てきたし、一期、イヴァンクルメの最後にも出てきたし、まあ、シンたちのところを落としたのもそうやし、共和国の、まあ、85区の部分はい、を陥落させたっていうところも、まあおそらくこれだということで、良さそうですね。レールガンって言っていたので、ね、これのまあ全容がようやく、出てきた感じで、まあその連邦側も戦線基地の部分にを撃たれただけで2万人死んだって言ってたんで、相当な威力で、あることが分かりますよね。このあたり本当にどうするのっていう部分ですね。はい。あと全体的な地図みたいなのも出てきて、自分ちょっとだけ勘違いしてたんですけど、そのレギオンの支配下に東西南北で国があるっていう、位置づけというよりは、共和国があって、でレギオンの支配域があって、でまあ大まかに言うとそのまあ、南と北と西側に、分かれてるっていうね、違う、西部戦線って言ってから、東側っていうかな、まあ、に分かれてるっていう感じで、三国はやや隣接した地域ですね。で、そこから共和国に行くまでにはレギオンの支配域を越えなきゃいけないという形に、なってるんじゃないかなとは思いましたね。はい。そのわけで共和国が、まあ、連絡が取れていないっていうのも、その辺があるんでしょうね。はい。まあ、はぶられてそのまま壊滅してしまったという形になってると思います。まあ、支配域を挟んでいるので、まあ、連絡をやったり共同戦線を敷いたりっていうのはできない形というね、そういう見方ができそうですね。はい。間違ってるかもしれないですけどね。はい。そんな感じで地図もね出てきたんで、ちょっと大まかな形がね、取れそうな感じで、ここも面白そうだなと思いました。いやー、この他の国2つ結構やらしい感じなんですけど、どう絡んでくるんでしょうね。あ、やらしいって別に性格が悪いとかじゃなくて、その国交的な外交的なことを考えれば当然のことをしてるんですけど、ともあれまあ我々視聴者の視点としてはね、ちょっとね嫌な感じですよね。うん、はい。それからまあ先ほど言いましたがモルフォですね。これまあフレデリカがみんなに話をしてはいたんだけど、大きなね、レギオンっていうことになっていて、これがまあキリということで良さそうですよね。はい。そんなわけで式型レギオンに関しては軍部が相談してましたけど、このノーフェイスですよね。前回指示を出していたノーフェイスは、キリとは違う、式型レギオンで、列車砲を持ってるモルフォ、レールガンを持ってるモルフォがキリという、位置づけで、まあアニメで見て
ている部分にはね、良さそうな感じです。で前回でもね、コメントでいろいろとね、なんかこう僕は結構いろいろ間違ってたりするんでね、ご指摘いただきましたが、ね、この辺がね、今回で整理がついたんじゃないかと思われます。はい。いやー、なかなかに厄介というか、すごいですよね。要するに、長距離型の、殲滅できる砲台を持ちつつ線路を使って移動できるっていうね何それってね、これはなかなかのチートな敵だなと思わなくはないんですけど、ズルじゃんってねなる部分ですね。で、線路がつながってる限りはその迫っていって攻撃をすると、はい、で流れ弾を食らっただけでもねぐちゃぐちゃにされてしまったっていうところが、すごくよくわかりましたよね。はい、この時の表現の食丼ね、状態の表現っていうのがその食べ物がもうぐちゃぐちゃになってるっていう表現だったりだとか、神たちの前に長いテーブルが置かれていてですね、神周りの人たちがですねいなくて周りとの距離がね、すごく空いてる、心の距離がすごく空いてるっていうね、まあ八つ当たりの現状八つ当たりの対象になってるっぽいんでね、そういった表現があって、この辺は細かいなと思いましたね。そして、まあ線路といえばやっぱりみんな思い出すじゃないですか9話ぐらいからずっと書かれていた線路の表現がね、これがまあなんか意味合い変わってきますよね。なんか再会のための道とかなんか希望のための道じゃなくて、なんか滅びを運んでいくための線路に変わってしまったので、これはものすごく皮肉が効いていますよね。はい、話的に制空権が取られてるんで地上戦を仕掛けるしかないっていうことをやったんですけど、まあ線路のみで移動してるんやったら多分線路を破壊するという手段はありなのかなとは、思われるんですけど、まあこのね綺麗な線路を見ておくとおそらくレギオン側にも線路の整備部隊がいるんでしょうね。だから多分簡単にはその線路を破壊すれば来ないよという形には、ならないんでしょう。はい、そんな感じでねちょっとね線路を絶妙のものに変えるっていうのねなかなかね、えげつないなと思いました。はい、それからですね、まあ旧スペアヘッド部隊のね、みんなに関してはですね、やはり今更逃げることはできないよっていう形です。はい、まあその話として前回あったお手紙の、描写が回収されるっていうことで、なんかマルセルさんのことをこんなにこうね嫌なやつに書く必要あるのかなっていう疑問は、なくはないんですけど、どうやら手紙はですね彼が届けたものだったようです。で、一応ねシーンを責める内容にはなってるんだけど、シーンはなんかそれ以上のものをこう自分の中に感じてしまっていますよね。なんかお前が死ねばよかったに的なの、これはやっぱりシーンが精神的にこうかなり追い詰められてきてるというか、みんなのその死を背負ってきて、でとどめを刺してるのもシーンなんでね、なんていうか死神っていうものの考え方としてはみんなにとっての死神ってその86の仲間たちにとっての死神、スピアヘッドの仲間にとっての死神っていうのはどちらかというと自分の最後を見取ってくれる存在だったんだと思うんですよね。だから救い的なものだったと、思うんですけど、でも真の感覚で言ったら、自分が最終的にはね、仲間の頭を打ち抜いてるわけですから、そういう意味では、自分が殺しに来てる存在、という感覚でずっといたのかなっていうふうに思うと、ちょっと真のね、気持ちに対してですね、なんかこうこれは苦しいし辛いし、そんな簡単には何ともならへんよなっていうところだと思います。でメンバーの中に例えばこうカイエとかがいたので、そういう意味ではこれはシンの中のイメージというか、ある意味シンを縛っているものにもなってるんだけど、でもシンの、まあ、心を若干こうねとどめている、存在にもなっているということなんじゃないかと思います。ただ、結果的にやはりシンたちっていうのは元の連邦に入ったとしてもですね、戦争が続いている限りは誰かにそれを押し付けて、知らないことにはできないよっていうところのスタンス、ここはね変わらなかったので、よかったと思います。ただ、シンの中にね、残り何か一つ自分を元に戻してくれるものがあるんやとすれば、それはレーナっぽい感じが出ていて、よかったと思います。特に良かったのはクレナが少佐大丈夫かなみたいなことを、言ってる時にね、あの人は逃げないでしょうってこう結構クレナがレーナのことよく分かっていた感じね、良かったと思います。自覚してないシーンもそうなんですけど、ちなみにこのタイミングでシーンは全然食事が、進んでいなかったりしましたからね、この辺の、ちょっとした表現っていうのもね、めちゃくちゃしっかりとしてるのが86じゃないかなというふうに思いました。
はい、まあそんな感じなんだけど、ただね、自分的に今回の話で、まあいいなというか良かったなと思ったのが、その、セオが、つまりこの、86としてここに来た旧スピアヘッドの部隊っていうのは、やっぱりこっちに来ても86として、まあ恐怖の対象というか、そのまあなんかこうね、その怒りをぶつける対象だったりとか、差別的な扱いとかをされていて、結局戦場に出されているので、その盤面的にはその共和国から連邦に変わっても変わらないんですよね。一番危険な任務を後されなくさせられてるっていうことでは変わらない構造になってるんですけど、でもセオがね、なんか僕たち86だから選ばれたよねって言ったんだけど、その後にちょっと寂しいなって言ってて、少しだけ寂しいって言ってて、この寂しいがちょっと自分は救われましたね。あの共和国が滅んだことについて何か感慨深いセリフみたいなことを言わなかったんですよ、彼らってね。そこはあの別にざまあ見ろっていうセリフもなかったですね、特になかったんだけど、でも連邦に来て、その自分たちがでも86だからっていう理由でその出ていかなきゃいけないっていうのは少し寂しいなっていう、言葉は、自分は少なくともセオたちは共和国と連邦が違うっていうことは分かっていたのかなと、まあ実感として、理屈かは分からないですけど、実感として持てたのかなっていうふうに、思えてですね、そこの違いをその混在していない、なんか常に自分たちが差別されて被害者だっていう、そういう意識じゃなくて、連邦の状況と共和国の状況は明らかに違うし、連邦に対するある程度の敬意みたいなのを持った上で、でも選ばれてしまったのは寂しいなって、言えたセオが自分はすごく良かったですね。なんかそのワンクール目とツークール目は全然違う物語なんだなっていうところが、自分は実感できました。はい、そんな感じで、今回はですね、86-17話、忘れませんの、これはレイナのセリフですね。はい、まあ忘れませんの、セリフだったんですけど、まあまあこちらの方感想を共有させていただきました。まあ次回がビジュアルコメンタリー特番となるみたいで、総集編的なになるかもしれないんですが、まあともあれですね、一体二人はどういう再会の仕方を果たすのかっていうね、もう再会すること前提で話してるんですけど、そんなところが、気になってくる部分ではありました。はい、まあそんな感じです。皆さんのね、感想とか、考察とかですね、あとまあ僕がね、結構いろいろ勘違いしてたり間違ったりね、する部分に関しては、アニメで、受け止められるね、分かる部分に関してはいろいろな修正とかね、教えていただければと思います。やっぱりこう名称が正しくなかったりだとかね、言い回しが勘違いしてたりっていうところが、よくあったりしますので、はい、あとまあ今回その映像として出てきたものの中でですね、ちょっとこう留めておきたい、情報とかに関してもですね、一応ね募集しておいた方がいいかなと思ったりはしていますね。はい、結構いろんなね情報、地図的なところとかもね出てきてましたからね。はい、皆さんも覚えておいたらいいような、いいかなと思ったような情報に関してはまた、教えておいていただけると、僕がまあそこをね下敷きにまた考えていけるかなというふうには思います。はい、そんなわけですね、今回17話の感想を共有させていただきました。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。失礼します。